皆様こんにちは4月18日火曜日17時を回りました太田優子です本日も元気に注入していきますので最後までお付き合いくださいこの番組は84.1メガヘルツ FM サルースで生放送中です YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面に表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてみてください また fm サルースはスマホアプリの fm プラプラでもお聞きいただけますこちらのアプリもぜひインストールしてみてくださいさらに jcba サイマルラジオでもお聞きいただけますインタインターネット経由,経由でもぜひお聞きくださいはい今日も始まりました日が伸びたたまプラーザからお送りいたします今日のゲストさんは、えー、ジャンルとしては初めてになるかと思います 占いタレントの日野宮守さんです。来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。ちはお願いします。えっ、ー、と、太田優子の方から守さんのプロフィールをご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、アークリエイティブ所属の占いタレント、日野宮守さんです、えー。原宿、原宿星読み堂で修行を積み、しび、しびとす。 市中水明カバラ水秘術通秘術です、ね、数秘術すみ読みづらいです、はい、各種タロットなど多彩な先生術をえ活かし活動中ですえ占いを一つの学問として誰もが気軽に楽しめるように活動を広げているということです、はい、はい。現在は原宿 違いますねすみません駒沢近かったけど違ったね駒沢と渋谷で対面で占いを行いながら TikTok ライブでオンライン配信も行っています、はい、そしてテレビとかラジオでも占いをしています、ねはい、行っていますね、はい、はい、素晴らしい活動をしているまもるさんです今日よろしくお願いいたします来たいことがいっぱいです いろいろもう何でも話しますいろいろもそしていろいろもうの前にえマモルさんとまあマモルくんもうマモルくんだよねマモルくんと太田優子の出会いはじゃじゃんじゃじゃん池袋ですね池袋で僕があの対面占いをさせていただいてた時がありましてそこであの 太田さんを占わせていただいてっていうのが最初ですよねもう何回も言ってることなんですけど、はい、デュアルの私のダンススタジオが池袋にありまして、はい、その池袋の建物が1階がライブができるライブ会場2階がカフェスタジオ、はい、で3階がダンススタジオってなってるんですけど、はい、えるく君はそこで2階のカフェで占いをやるっていうイベント企画で入ってきてくださってたんですよね。はいはい で、そこに、親ってなって。じゃ、すごい、強引な誘いのもと。いやいや、全然、全然、めっちゃ嬉しかったですよ。いやいや,いやいや、いや、恨んてくださいよ、恨んって,占ってくださいよ。<笑><笑>すごい、すごい、あの、セールスのもと。あ、じゃ、あやってみますか、みたいな感じで。占いしてもらったんですよね。はい でもその時の占いでな,なんとあの女王だっていううことが分かってそうです女王の星がもう真ん中にドーンと入ってたので <laughs> 入ってたらしいでそう, <laughs> そうです太田さんいや私あの逃げ回ってたんですけど社長とかそういう重い任務嫌だったんで、はい、もうやりたくないって逃げたんです逃げれまくって <laughs> でも最後はやらなくちゃいけなくなったんですけど、はい、まあそのまもろくんのことを言われてまもろくんからねあの、はい、ドーンって女王ですって言われて。 時に、間違いないですって言われた時に、もうその時諦めました。宿命です。生まれもってそういう風になってるんだったら、しょうがないっていう。その時に、仕事もうちょっと頑張ろうかなって、さらに思ったんで。ありがとうございます。はい。で、占い、えっと、まもるくんは。占い師になる前って、違うことやってたよね。そうですね。あの、もともとは、まあ、大学に通いながら、大学の後半ぐらいで。 その芸能のスクールに通い始めて、うんうん、そこで歌のレッスンとかいろいろやっていたんですけど大学卒業した後も2年弱ぐらいはそれが続いてたんですけど<ー>なかなかやっぱ歌だけでっていうのが自分の実力だと難しいなどうしていこうかなって迷ってた時にちょうどコロナ禍が到来して。うん で本当にもう全部がリセットされて時間も空いたっていう時にもともと趣味ですごい好きだった占いを、うん、あこのタイミングで一回ちゃんと勉強したいなと思ったのがきっかけでっていう感じですねあそうだったんだ、はい、えじゃあ興味持ってたんだ占いはもともと好きでしたすごい好きでう、うんうん、もう本当に テレビで見たり本で見たりとか、うん、こうネットで調べたりとか<ー>そういう感じだったんですけど<ー>まさか仕事になるとは、うん、でも僕も人生でで仕事にななるとは思ってなかってかたです男性の方ってそういうのって興味持つ方あんまり少ない<う>イメージがある女性はすごい好きだけどです、ね、男の場合好きになるともうぐっと極めて占いいになる人が多いです、うん、男性占い師そ,そうですねその 趣味だけじゃなくて占いが仕事になる人が意外と多いかもしれないです。うん、ああ、そっかそっか。はい、うん、なんとなくこう趣味趣味っていうのかな。はい、なんかえ見て見てみたいなのは女性が多いけど、はいが、そうですね。お客様は女性が多いですね。はい、で歌はまあ普通に好きでやってた感じで、はいはい、で習ってて、はい、でそこから。 占い師になったっう、ね、そうね面白い、ね、はい、ね、僕もびっくりしてますね自分の人生不思議だなぁと思って <laughs>、えー、そうなんです趣味が仕事になって、はい、でも好きだったんだったらかっい、ね、はいそうなんですようーん守さんの占いってどんな占いですか、はい、占いいろいろあると思うんですけどえと僕は中国の占星術とユダヤの占いをメインにやってるんですけど、はいうん 基本的にはその生年月日と、うん、あともし分かれば生まれた時間と生まれた場所、うん、が分かるとすごく細かく、うん、あの出てきますはいええっと名前はいらないの名前はえっと僕は生命判断はえっとそんなに重視してやってないですはい生まれた日場所、はい、時間そうですね生年月日が一番大事で生まれた時間もすごい大事なんですけど。うん やっぱ日本の文化的に生まれた時間ってあんまり知られてないので、うんうん、はい。もしわかんない場合は生年月日だけでも大丈夫ですへ。で、どういう感じで分かってくるんですか？えっと、うん、そので、その生年月日とかの情報があると、うん、その。 のその人の星の名盤って言うんですけど名盤って星の配置がホロスコープって言うと分かりやすいんですかね中国ののホロスコーープががあってガと星配置かるんですよその星の配置とかこの星とこの星がくっつくとこういう意味になるとかっていうのを2年間勉強して占い館で勉強させてもらってっていう感じですねはい。 でその生まれた時に生まれた星の配置が大事なの？それではそうです、そうなんですよ。よそれで不思議なことにいろんな情報が載ってるんですよ。うん、その星、うん、星自体に意味があるので、うん、それ見ただけで<ー>あこの人こういう感じなんだっていうのが<ー>はい出てきます。すっごいよね。はい、それ聞いただけでも。 え嘘うって思っちゃうんだけど、はい、星,星に意味ってあるのってそうなんですよでも女王の星なんで,あでそれちょっと置いといて星,、はい、星で意味があるでこの人はまあ、例えば大太田陽子で言えば、はい、生まれてきたからこうなのそれとも大太田陽子はこれを狙って生まれてきてんのえっとその先制術的にはそれが生まれた まあ、魂的な使命とか、うん、その目的みたいなふうには言われていて、まあ、大きな流れですね、うん、もちろん占いで全部を見ることはできないのでその大きな使命とかその人の才能とか長所みたいな何を伸ばしていくと最大限にその人が輝くのかっていうのに僕はフォーカスを当てて占っていてそうなんですでもいろんな悩みとかくるでしょ悩悩んででる人も ですし、あのまあ自分が。の状況をちょっと、まあ軽く見てほしいって人もいますし、本当にいろんな方が。いますね。で、アドバイスをするっていうことでね、はい、そうですねえ。そこはちょっと難しくないですか。見えたからのアドバイス。はいはい、そうですね。でも。なんて言うんでしょう。もうバッとで星で出てくるので。うん、もう僕は本当にその人が。 の長所をもう本当に最大限に発揮できるように僕はもうとにかくそこしか意識せずにやってるので<ー>この星が入ってるからもうここの高校を伸ばしていくとすごくその、うん、いいと思いますよとか何、うん、て言うんでしょう,、うんそ,うですね、その人のが最大限に星を発揮できる環境というかそういうのをアドバイスする感じです、ね。うんうん じゃ見えたとこからこういう方が合ってるし、こうがいいよとか、そういうアドバイスも含めてやっていくんだ。はい。えー。ままるくん、自分自身のことって見えるの自分自身ももちろん星全部出してます。で、あの占い勉強し始めた時に僕も初めて自分の生まれた時間を知りました。あ、そうなんだはい母子手帳あの母親に頼んで出してもらって、棚から出してもらって。あ、 こんな時間だったんだ、ね。お昼生まれだったんですけど、<laughs> お昼 <laughs> 夕方手前ぐらいでした。いええー。はい、で、自分のホロスポーク。ポホロースコープ。はい。で、だ、だ、だ、当て、当たってるなあって感じだった。<laughs> そうですね。僕の、自分のを見たら。うん、占い師になぜかすごい多い星っていうのがあって、星というか、そういう気質があって。うん、まさに真ん中に僕入ってて。ええー。

やっぱなんんて言うんでしょう占いってどうしてもなんかその悪徳商法とか変な商法にも使われやすいものではあるので、うんうん、そのそういうイメージが強い方だとなんか、うん、え占いなんかちょっとあれじゃないみたいなことをまあ言われる方もいるんですけど、うんうん、僕はとにかくなんて言うんでしょう,もうクリーンな。 占いというか一つのもう学問でしかないので、あの普通に先生術は学問でも学べば誰でもできますし、そのそう学問の一つなので、そこをこう発信していけたらなと思ってますね。ああなるほどね。え嫌なこと言われたりもする？当たってないじゃんとか。当たってない。えっとインチキとか。えっとそれは占った後とかはないんですけど、ほとんどの人ほぼのほとんどの人はもう本当に いい方ばっかなんですけど一、うん、回だけ本当にそのまあ多分いろんなことがあって占いにトラウマを持ってらっしゃる方が、うん、たまたま僕の占いに来たわけじゃなくてたまたまそういう方とお会いした時に、うん、占いをボロックスと言われて <laughs> それはちょっと <laughs> ちょっとあのー、へこみましたけどでもやっぱなんかそうでも一つのなんて言うんでしょう あの正しい見方というかそういう実際に変な商法もありますし、うん、僕にもそういう商法は本当に嫌なので、うん、そ,のそういうイメージじゃない正しいこう学問としての占いがもっと広まればいいなっていうのは、うん、よりなんか意識は高まりましたね。もっとそこを伝え ていこうっていうか、はい、プロフィールにもね、書いてあるもんね、そういう意味だったんだ、一つの学校。そうなんですよ。はい。あ、そういうことか、インチキとか、そういう。そう、なんか、あの、やっぱり、と、使われやすいんですよ。なんか、そういう、目に見えないものだからこそ。すごく、そういう使われ方は、僕も、本当に、嫌なので。そうなんですよ。そういうことね。でも、その方は、見て、見せてくださったの。いや、見てないです。 たまたまちょっとお会いして共通の知り合いというか流れであってはいお酒も入ってらっしゃったっていうのもあると思うんですけどすごいよそうなんだえ占いして当たってなくて言われたんじゃなくてもう占いっていうこと自体がそうですそうですいろいろあったらしくて後から話を聞いたらそういう変な商法だったりとかうん。 いやまあそういういろいろあったらそう思いたくない気持ちもわかるよね。見てあげたらよかったよね。確かに今度ちゃんと。そしたら当たってたらちょっと信じてくれるかもしれないよね。でもすごいね中国とインドネシあどどどえっとユダヤですね。あユダヤ。ユダヤの占いは本当にあの魂的な気質とかそのその人の使命みたいなのが端的にわかるのですごくはい。 面白いですえ面白いね中国とユダヤってさ、はい、違違ううううじゃん、はい、な国違うのにど,どういうこと,えとメインは中国の方を、うん、やっぱメインでやってるんですけど、うん、ユダヤの占いはなんて言うんでしょうそのもうすごくそこの気質とかっていうのがかなり分かりやすく、うん、占い師的には分かりやすく出てくるので、うん、まあそこも使いつつ並行して使いつつ、うん、もう全部を一度計算して出した上で、うん、こう。 多角的に読み解けるのでよりそのユダヤの占いではこうだし、まあ、中国の占いでもこうだしっていう,う皆さんやっぱそ,のそんなに乖離はしてなくてユダヤの占いだとこうだと中国もやっぱこうだみたいなのが多いので一緒に使ってます、ね、んあっ守君が独自で一緒に使ってるの あえっと、僕がその原宿にある星おみ堂っていう占い館で2年間勉強してたんですけどうん、うん、そこの先生方にいろいろと,とその一個一個その技術を教わってで一緒に僕は使ってます使って一緒に使ってない人もいると思いますしそれはまあそれぞれなんですけど<あ>それぞれを僕は教わってあの組み合わせて使ってます。あじゃあこういうい方がより 当たる率とか。そうです、ね、いろいろ読み解けることが多いっていうことで、一緒に使ってるってことなんだ。はいはい、なるほど。じゃ、その国、その国の占い。があるのってこと。そうです。えっ、ー、と、占星術っていう、その星のものでいうと。うん、大きくはもう三個しかなくて、三大先星術は、うん、えっと。 いわゆるその星座占いとか乙女座とかああいう星座のがギリシアの先生術でうん、うん、もう一個が僕がやってる中国の、うんえー、先生術エトとかを使うんですけどでもう一個はインドインド先生術っていうのもすごい有名なんですけどうん、うん、日本だとあんまりそのメジャーではなくて、うん、あのただインドはもう先生術にすごく力を あの国全体であげてるので<ー>大学の授業とかでも、うん、先生術の授業があるみたいですへえ<ー>、はい、じゃあ特別な人がやるんじゃなくてみんな教わるうそうなんですよだから日本もなんかそ,そういう時代になるといいなっていうのはすごい思いながら僕は活動してますね、うん、教科書に入れたいんだはいまあ,あのやっぱ便利なのでみんなやり方知っとけば、うん、あまあやっぱ何年かは勉強しないとあれなんですけどあると参考に もちろん使えるツールとしてやっぱ先生術って使えるので指南指南人生の指南としてねそうですねなんか、うん、あの手引き書みたいなはい。 あユダヤは先生術ではちょっとなくて、うん、その生年月日を計算すると出る、うん、あのまたちょっと別のものなんですけどいろいろあるんだ、ね、そうなんです占いもすっごいいろいろあります面白いね、はい、学んでったらキリがないぐらい面白しろい、ね、そうですねもう一生学びとは言われましたね、うん、先生もう学び終わることはないかなっていういはい、はい、じゃあここで一曲聴いていただきましょう オフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダーですどうぞ お聞きいただきましたオフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダーでした。ヒゲダンいいですよね。いいですよね大好きです、えー、ライブも行ったことあります。行ったことあるんだ。はい。歌やってたからね。難しいですけどねヒゲダンさんの曲はちょっと難しすぎますけど。うんね、あの素人ですけど難しそうだなって思います、ね。いますけどうんなんか世界観がすごいありますよね。うんうんうんはい。 じゃあ占いの話に戻るんですけど、はい、日本の占いっていうのはないですか？ててかすと日本ですごくそのどんどん発展を遂げていったものとしては生命判断だったりとか、あとはえっ、ー、と求星気学っていうその五度星とか聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、あれはもうかなり日本でどんどん発展を遂げていった。 って言われてる占いで、<ー>あとまあ血液型占い。は、はいはい、あれは本当にその日本独自。うん のものなんですよ。え海外ないの？海外では本当全然使われてないみたいで、あ,そうあの日本の科学者の人が統計を三十人だか五十人だか、うん、何十人に取ったものがなぜか流行っちゃったっていう。<laughs> そうなの。<laughs> なんですえー、なんか面白いねってなったのかね。ですかね。でなんかそうなんですね。本が出てそこから日本人に火がついて。うん、そういうことなんだ。でも。

いいろろまだ立証されてなかったり統計的に薄いところはあるのかなとは言われてますあの占い師の間では人にもよるしちょっといろんな考えがあると思うんですけどななるるほどうんそうなんだで占いをしてて、はい、あのいいこと、はい、悪いことみたいなのを、はい、ちょっとお聞かせいただきたいんですけど。いいいこと悪いことと悪 でいうと、まあ、さっきもちょっと話題になりましたけど、うん、いわゆる占いって変な商法にもすごく使われやすいものではあるんですけど、うん、やっぱりうまく本当にツールとして、うん、うまく道具として活用するとやっぱ便利ですし、うん、あ自分はここのこういう才能があったんだちょっとこの才能を伸ばしてみようって気づくきっかけになったりとかこの長所を伸ばそうとか、うん、いろいろそういう。 なんていうんでしょうこのモチベーションを上げる道具にして使うとめちゃくちゃやっぱりその人間にとっては便利なものなのかなとは思いますね、うん、いいものだと思いますはいいい面ねはい、うん、そしてなんかちょっと悪い面っていうか、ね、悪い面はまああれですねそのあまりにもその占いに依存しすぎちゃって占い で全てを決めるとかになっちゃうと本当に本末転倒というか占いで見れるのってそのいわゆる宿命と気質っていう部分だけでそれはもう生まれ持った瞬間に持ってるその人の才能とか、うん、大きな流れとかなんですけど、うん、その運命と性格はいくらでもその人が変えられるので、うん、とかその人にしか変えれないというか運命は持って生まれてきたんじゃないじゃないです宿命がそうなんですよ 宿命はもう持って生まれてるものなぜか決まってる生年月日とか家族とか生まれた国とかは宿命でそれの更にプラスアルファで見れるのが占いなんですけど運命はもうその人しか動かせないものなので運命まで占い師に委ねてしまうとすごく。 とか運命は分からないので。あ、そっか。そうですあ、じゃ、何月何日にどこ行けばいいですか、はい、っていうこと。い答えできないってこと。よね <laughs> そうですね。その、うん、もちろん提案はできます。この。あ、この日、日はこういう流れなので、うん、あ、こことかおすすめですよ。とか、これ取り入れると。うん、あの。 いいですよとかおすすめとかアドバイスはできるんですけどそれ知った上でどう行動するかだったりとかもちろんさらに細かいこととかはもうその人の運命と性格になってくるので、うん、それはもう占いでは見れないです一切、まあ。確かにね、はい、依存しては苦しくなっちゃうね、はい、お互いにね,そうですねあとは環境もある環境そうですで環境はもちろん生まれた時の環境は自分で選べないですけどうん、うん、その先の うん、環境はもちろんそれが運命になってくるので占いは、えっと、あなたにはこの環境がすごくいいですよ、うん、合ってますよっていうのは伝えられるんですけどその上でその環境行くか行かないかはもちろんその人次第なのでそこまでですね本当占い師ができるのは本当そこまでです。 じゃあアドバイスされてもう大成功しちゃったとか、はい、アドバイスされて大感謝されちゃったとか<あ>そういうのってちょっとあるありますねすごい嬉しいんですよ報告をいただくと。さんにに言われて、うん、あの無事にあの方法でその 恋人とうまくこう治りましたとか、仕事が困難になりましたとか、報告に来ていただける方もいらっしゃるので、すごい。それはもう、あ、よかった、やっててよかった、てすごい思います。本当に嬉しいですね。一回だけボロカス言われちゃった。しかもやる前から。やる前から、占いやってないのに。やってないのに、ボロカス。へえ、じゃ、まあ、それはもう。 嬉しいよ、ね。嬉しいですね。もうやっとに。良かったなって感じ。でええ、守んは今後どうしていこうとしてるの占い師として。占い師として、はい、してやっぱりそのもっと身近に。その、まあ、先ほども言ったように占いを一つの学問として、もっと。みんなが身近に。その触れたりとか、楽しめたり。とかっていう、うんうん、もっとカジュアルなものになったらいいなと思ってるので。うん あえて、なんていうんでしょ占い師っぽい格好も、僕しないですし。本当だ。そうなんですよ。ふわふわ。なんで、<laughs> その。ステレオタイプな占いじゃなくて、うん、もっと。気軽に楽しめるものなんだよっていうのを。どんどんいろんな場所で発信していけたらなと思ってます。でも、こう、ねちーとした方とかも来ない。ね,<ち> <laughs> ね、ちの姉、ね、ちゃそのねちっていうの言葉があれだけど。もう、<laughs> もう、本当に悩んでて。はい、もうっていう。 どうにかしてあ、まあ、いろんな方がいますけどすその占いで全部を決めちゃうような状況になってたら僕はあのそれは間違った使い方ですっていうのは僕はあのもうここはここから先はもう「〇〇さん」にしか選ぶことはできないしもう運命は自分でしか、うん 切り開けないのでっていうのはもうそれはは言います僕は <laughs> それでもし来なくなっちゃったならもうそれはそれでしょうがないしその人の運命だし全然なんて言うんでしょう僕はもうそのもちろんなんて言うんでしょう占い師によってはいっぱい来てくれた方が例えばお金がいただけるからって人もいるかもしれないんですけど僕はもうズバッともうそこは <laughs> ずーっとあまりにも占いに依存しすぎてるなと思ったら言いますね。そそ、うん、その方のの方たためにももねううででですす<ー>っいいいないので<ー>はい でも運命って変えられるってすごくあの夢がありますね。そうです。もちろんとか運命はもう自分しか動かせないです。宿命とかそういうのは生まれ持って出てくるけど、ね、運命は自力っていうことだから。はい、自力です。良くも悪悪良くするのも悪くするのも自分ってことだもんね。そうです。結局自分です。宿命を生かしてうんういいふうに。 自分が心地よく生きていくか、宿命がこうだけど、まあ、まあ、大変だけどっていう道を選ぶも、もう、本当にそれは自由というか、うそれぞれの道ですね。で、その人が選んだ道が、僕は正解だと思ってるので。なるほど。そうですね。正解、正解は、その人が選んだものだと思います。すああ、最後すごい言葉で。そうだ、そんな、ありがとうございます。はい、えっと、そんな、まもるさんの。 占いはどうしたら受けれるかって言ったら、はい、もちろん受けれるんです。はい、でここにあります SNS をね,すね見ていただくのもいいですし、はい、あと渋谷と小間沢で、駒沢ではい小沢メインで、駒沢メインね。駒沢週三、週三日駒沢で、はい、え週一日今渋谷で対面占いもしてますし。はい あとオンライン鑑定だったりとか、はい、TikTok での配信もしているので、はい、まあこちらにあの気軽にお問い合わせいただければ、はい、ID 言葉で言いますね。あ、はい。はい、あ、ブログで載せとこかな。ブログでわかりました。うん、はい。はい、私のあの太田優子の YouTube とともにブログの方に全部書きますので、はい、そちら見てぜひまもるくんの占い行ってみてください。はい